伊勢神宮にて、大草流法長道は、食儀礼及び礼式の流派の一つ。室町時代に、室町幕府方向衆の大草三郎左衛門、工事により創始された。古代以来権力者の暗殺には、毒が使われることが多かったため、足利将軍家における調理は特に信用できる、不大の家臣に任されていた。大草流を確立した大草氏は、 将軍の元服など儀式での料理を担当し、これとは別に新史流は、二喜、細川、畑山各市に仕えて、京王料理の吟味役を務めた。包丁道とは、料理に関する作法、古実や調理法などを最も品用する調理器具の包丁で象徴した呼び名である。新鮮には、生鮮、熟鮮、乾鮮、八鮮の四つがあり、 そのうちの8000がいわゆる包丁式である。メディアを再生する、港町神社にて十三夜の月町学橋には、異様やヒ素と反応し変色しやすい金を使用。包丁等は、演習型伝承では、北山文化華やかな天授、攻略の頃、大草三郎左衛門工事が、足利義満の包丁人となり使えるとあり、大草流の誕生と思えるが、 平均往来九章の五月上の中期には、包丁刃を草に通してでんなりとあり、義光は日本国王を名乗り、死後には大乗天皇の死後を送られるなど、自分に、釘以上、皇室以上の格式を求めていたため武家のための武家好みの包丁道を必要としていた。加えて南北朝期の馬ラ大名に代表される、旧来の身分秩序を嘲笑する時代の空気を多分に、含み、 同時期に生まれ後に脳として大成した猿学や狂言などとともに、大草流法調道の極意、序波急馬皿に至るも編み出された。室町時代になると、経済的、文化的にも、武士の優位は動かしがたいものとなり、武士も、公家の文化を取り入れ、武士独自の強豪料理として、本前料理の形式を確立する。八丈の宮家には、イカマ流があり、公家も、 本前料理の形式を取り入れつつ、独自の式典料理として、夕食料理の形式が次第にまとまっていったものと考えられる。安土桃山時代に来日したジョアン・ロドリゲスは、著書、日本教会史の中で、支配階層が身につけるべき、脳であったものとして、休日、蹴鞠、包丁を挙げている。室町時代になると、茶の作法を重んじる、茶の湯が流行し、 亭主と呼ばれる主催者が客に茶を振る舞う茶会が頻繁に開かれた。しかし、この頃の茶の湯は本然料理を食べることが主で茶は添え物程度であった。大草市家門庵案に参加し、大草市の初代当主の大草工業は、鎌倉時代に足利市の隣国であった三河国のぬかた郡、大草号の領主で藤原市流を称す。 四条縄手の戦いにて足利方に従軍して、先駆けとなり討ち字にした。そのこうあって、大草氏は、足利高氏、忠義、義光から領地官補の教書を受けている。整形中絶。中、大草三郎左衛門工事は、着流ではない。足利支流の三河国発祥の一族には、平氏、一色氏、今川氏、二木氏、細川氏などがあるが、 大草氏は特に、細川氏と親密で、着流が途絶した際には、細川氏の支援により血縁関係にある大田手氏から、養子を受けて、加盟を継いでいる。1606年、大草行為による、写本、四季三根七百五十三全部記成立。大草流の食前仕立ての伝書。百八十六年正月三日、江戸城、ご議を高森五全部の場にて、 村高左兵が、大草玄衛門を残殺する。左兵、2月18日に残罪。大草衆とは、大草市の総領を中心に、自州のアミゴを持つ者を取り込み形成された一種の、職能集団で強い仲間意識で連帯していた。アミゴを持つ者は、主として、身分が低い者が、身分制度から抜け出て、南北朝や応仁の乱の乱世で、 己のれの際で、主に芸術面で活躍することができた。大草宗は、包丁式などの儀式のみならず、書式、書殺式、礼式、数式、絵図式、礼法、標法、祭字記、十節句、年中行事、臨時儀礼、音声などを、自らの職能とし、室町幕府を文化面で支えた。大草流は、武家書霊式の流派小笠原流や伊勢流と、 並ぶ古実の伝承者であり、群書類中で有名な大草家料理書、大草殿より送電の聞き書きなどは、大草流の伝えことのほんの一部でしかないのである。大草流切り分けず江戸時代後期に修正された、群書類中に所集されている大草流の送電書には、大草家料理書と、大草殿より送電の聞き書きがあり、原点の成立年代は不明ながら、いずれも飲食部に所集されている。 大草家料理書は、中世の日本料理の様子を伝える書で、料理及び京王の雑字65箇条を伝え、具体的な調理法の記事も見られるが、やや古実に関する記事が多い。大草殿より送電の聞き書きは、飲食に関する書字180条を掲載するが、重複する記述もある。記事は、料理をはじめとして、魚鳥の取り扱い方、食前の進め方など、 飲食の作法、その他多くの古実に及ぶ。大草流、包丁式は厳粛ないりの儀式で、鯉、鰹、生地などを包丁刀とマナ箸を使い、一切手を触れることなく、裁くもので八十一の手がある。また、裁いた後の切り身の置き方にも種類があり、その座の趣向や吉祥などに合わせて、組み合わせを変える。まな板は漢字でまな板などとも書くが、大草流では、 番と言い,い、元来、一木作りのまな板で僕、柳、檜で作られた番を使用する。大草流は、神仏分離前の神仏集合時代に確立したため、密教や、修験道、自習、神道との関連も深く、式の最中に呪文を唱えたり、声を出さず、念じたりもする。メディアを再生する剣後六方法能大草流では、神、教、草の三つの方がある。 真の方は、神社仏閣、またはそれに匹敵する正式な場所で行うもので、装束も古式に則っ,って行われる。その伴奏音曲は必ず画学とされ、曲目も、絵天楽や平楽、平常楽少し砕けて、太子職長などが主だが、その時の趣旨によって一様ではない場合もある。その動作、姿勢は、陰ビの構え、実月の裁きなど主旨決まっており、 ほとんどその方通りに行われる。今日の方は、前、まあ、より派手な方で、い。その動作は、クリアしによりその時々の創作が多少加えられても、良いことになっている。装束は、間、まあ、における装束でもよく、また十文字ばかまでもよく、草の型の和服でも構わない。音玉も必ずといった規定は、行にはないが、正式な画学は、真の方以外では使ってはいけないことになっている。 草の型には原則として、買い添いがなく、包丁を運び、味方備えも一人で行い、装束も最も簡単な和服に、たすきがけということになっている。草の音曲は、双曲が多いが、時によっては、詩銀で行われることもある。また、音曲なしという場合もある。以上、三つの方にそれぞれ、心、行、草の三つの方があり、合計、九つの仕分けになる。 包丁式に使われる食材は魚、鳥、野菜であるが、これは、まさゆき草と関係なく用いられる。盛り始めは、盛り付けのことで名称には、クオンの鯉とか、コウリンの鳥などのように、味方へ持った形が一つの字になることから来るもの、飛竜のカツオなどのように、盛られたその形そのものが一つの意味を持つもの、山沢の名、荒いその喜びのように材料の取り合わせにいい意味を持つ。 もの、目的から来る名称等、その他様々ある。包丁式の動作、振りは、構え、鉄、裁段、法の五か法に分かれ、おののが、また数多くの型を持ち、さらに、と、引き、舐め、掛け、返し、念などが絡み、いくつかが組み合わさって一つの小さな儀式が形成される。それを、古儀という。そのような古儀がさらにいくつか組み合わさり、 それらが流れるように続けて行われて、初めて一つの包丁式になるのである。まな板各部の名称は、図の通り言うが、心、上、向かい、目付、脇、前を総称して、一心五意という。中一部重複あり、大草流声だ。栗リ氏官か官み、三味み、さからみ、風味総集人、円州人、二半人ぬかた人斎藤夫人二半人と、ぬかた人大草流では、 知識学識常識良識見識託式の六式があり、知識は再開。託式をもって市場とする。知識物知りと言われる、学識学があると言われる、常識人として認められる、良識人に見習われる、見識人に頼られる、託式人に恐れられる、多くさんの発生法では、すべて声を出すときに顎が下がる。ありがとうございます。